姫、野野城は、高知県高岡郡津野町姫野の野にあった、日本の城、別名、半月城、津野市代々の居城、津野町指定史跡。新城側の中流砂岩の平地の北側にある、津野町立葉山小学校の裏にある標高189メートルの小山球場に存在していた山城。発掘調査により、 四角や東本城は少なくとも南北朝時代には、機能し、室町戦国時代を通じて、縦彫りや彫り切りが整備されていったと考えられている。姫、野の城の四角部は、爪の段と二の段で構成され、物見や蔵、兵舎、倉庫などが設置されていた。四角の東西にはそれぞれ、東本城と西丸と呼ばれる出城があり、城の周囲には、 縦堀りや堀り切りが多数造成された。角氏は藤原中平の子である越前国今立軍山の内の山内常高を祖として縁起13年に土佐国に入国したことより始まる。これを理由に最初、角氏は山内と称していた。角氏は湯洲原町、角山を本拠地とした。新城側のほとりに角僧を経営した。これは姫。 野の城のもとである。栄正十四年、角の元実は一条氏の俗城都並城を攻めて、蝦沼で戦死し、角の氏の勢力は衰退。後に一条氏の敗下となる。長祖壁氏の圧迫に耐えかねた、角の校は、長祖壁元地下の大密後、角の地下忠を、自分の養子とし、元親に降伏した。慶長五年、関ヶ原の戦いに敗れると、 地下棚は切腹させられ、角氏は滅亡し、姫、野の城も放棄された。葉山村時代の1994年5月から7月に、公園化整備に伴う発掘調査が行われ、本極林部分において、輸入陶時器など、多量の遺物が出土した。ありがとうございます。